5から6年前にロンドンに滞在してて、知り合いの日本料理店でバイトしてた時の話を。そこは、経営者も板前もスタッフも、全部日本人で揃えてたので、地元では、結構評判になったところ。そこの常連さんの一人が、女優のケイト・ブランシェットさん。郷生まれの人だけど、その時点では A 在住。いつも、旦那さんと、仲良く、一緒に食事に来てた。とても気さくな方で、スタッフたちとも、いつもフレンドリーに話してくれてました。ちょうど、その頃、ロード・オブ・ザ・リングが公開されてた頃で、彼女がガラドリエル役で出演してたので、料理出しながら、俺は映画見てきましたよ。とても素晴らしかったです。と言ったら、彼女が楽しそうに答えてくれた。あの映画の中での歩き方で参考にしたのは日本の映画。でも、日本の女優さんの佇まいの美しさには及ばないわ。彼女は、例に漏れず、黒沢監督の大ファンで着物が大好きらしい。家にある日本映画を片っ端から見直したらしい。特に、黒沢監督の乱を100回くらい見たのよ、と話してくれた。子供がもう少し大きくなったら、家族で日本をゆっくり旅行したい。たくさんの苦難を乗り越え、他国が尊敬してやまない。歴史と伝統を持った国のオーラを見せたい。とも言ってました。アート・ガーファンクル伝説。1978年6月、アート・ガーファンクルは、コンサートやレコードのプロモーションではなく、個人的な好奇心で突然の一人旅で、貨物船に乗って、10日がかりで日本にやってきた。神戸のホテルに荷物は置きっぱなしで、歯ブラシと地図とクレジットカードだけを持って京都まで歩く。京都から福井県敦賀まで4日かけて歩く。敦賀で自転車購入。自転車で小野八幡まで。宿泊先の旅館で、ちょうど愛の火竜の放映。ステージ用の面外してたので、ただのハゲ外人にしか見えず、テレビに映ってるサイモン&ガーファンクルの映像を指して、あれ俺と言っても、旅館の人に相手にされなかった。京都に戻り、自転車ごと新幹線に乗ろうとするが持ち込めないと言われ、そこらの通行人に売ろうとするが売れず。結局、駅前で自転車を捨て、列車で荷物を取りに神戸へ。神戸から新幹線で東京。東京で、初めて CBS ソニーに連絡を入れ、野球、巨人、ヤクルト戦を観戦。野球のチケットは CBS ソニーの手配したネット裏のものだが、アート本人も朝8時の当日券売りに並んで購入した外野席券をすでに1枚持っていた。野球のテレビ中継でカメラマンがアートに気づき姿を放送し、テレビに映った時、ポール・サイモンさんです。と紹介される。